幕末カムロ町レディオステーション、龍が如く維新坂本龍馬役黒田孝也です。龍が如く維新沖田総司役宇垣秀奈です。龍が如く維新プロデューサー横山正義です。この幕末カムロ町レディオステーションは来月2月22日に発売する龍が如く維新の極秘情報とリスナーの皆さんの投稿を発信していく番組です。はいはい、もうね、前回ねバラしちゃったからもう言わせてもらうけど、実はもう今回が2014年初めての収録ということで、二人はこのお正月を何してました？もう何言ってんのかな、ヒデちゃん。あ、あのね、うん、それはこうリスナーの皆さんも大体お分かりだとは思いますが、テレビでもラジオでも分かった上で、プロなんだから一応ね、一応なんかこうそういうのはこう伏せた体でいくっていうのが俺たちにやるべきことなんじゃないの？は？何言っちゃってんの？ねえ、もうだから分かってないな。いや分かってないな、じゃない、おかしいおかしいおかしい。プロとしてさ、やっぱり今日のこれが新年一本目っていうのはダメなのよ、言っちゃ嘘だから。それはそうだけどさ、でもさ、まあ一応ほら本当にさ、お正月何をしたかとかね、前回はさ嘘になっちゃうじゃない、言ったら。だから今回ほらさ、俺こうしてたよなんてなんか話もちょっとね、広げようかなと思ったんだよ。それを分かった上でね、がっかりですよね。え、ね、うん、岩崎さんはちゃんと嘘つき続けてくれると思ってた。いつも嘘つきまくってる人だからね。いやいや、なんだそりゃ、ね、出るって分かってても出るか出ないかどっちだってね。それはだって、それはもうだってセガの戦略だ。あのプロフェッショナル感じてたのに。いや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 、おかしい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 。今までがね、ずっとその真島がどうなるのか、生き返るのかとか出るのとかって全部知ってる、全部分かってたのに、とかって言ってこうリスナーの母性本能をくすぐって人気投票1位という地位を確立した人でしょ、ね、それで人気投票1位になったんじゃないわ。人気取るためにはどんな手でも使う。こらこらこら、何を言ってんの本当に。もうね、ひどい。まあね、じゃあひでちゃんバラしちゃったから、今回が本当に新年の1本目ってことで、じゃあしょうがないから合わせていきましょうか、まあ、こっちが大人になって。いや、もういいです、もういいです。もういいです。もうね、どうしました新年。え、新年どうしました、正月。どうでもいいよもうそんな話。え、まあとにかくね、うん、もうこの放送は1月23日ってことで、もう、うん、とうとうも発売まで1ヶ月を切ったんですよ、これ。ゲームが。横山さんなんかこんなことやってる場合じゃないの。冒頭のね、うん、セリフが来月2月22日に発売するって言った時、今ドキッとした。ね、だってこの間までそう来年って言ってたでしょ、ね、おっとっと。そうですね、もう来月なんですよ。そうよ、うん、いや今大変ですか。もうだって目が眠そうだもんね。眠かどうかで言えば眠い。そうでしょ。今一番欲しいもの、うん、眠い。睡眠でしょ。お金もいらない。わかる。お金いらない。いつものパワーを感じないもんだ。あのね、でも、うん、本当のこと言っとくと、うんうん、今日が本当に落ち着く日なんですよ。実は。え？なんどういうことですか。今日の午後、うん、最後のまあいろいろ仕上げのものがあって、うん、開発は一段落というか。お、一応するん、おーやってた日なんですよ、はいはいはい、うん、だから本当こんなことしてらんない。ね、ってのはあるんですけど、まだ 100% になりましたよ。だから本当に開発状況的に言うと、はいはい、おー、はい、よかったじゃないですか。そう、もうあとは出るの、まあ、出るまでもいろいろあるわけですよ、うんうん、だからその作って終わりじゃないですから、いろいろあるんですけど、まだ一応みんなはやっと眠れる日が来るんじゃないですか今日から。今までね、こう何作も出してて、うん、やっべえ間に合わねえっていうのはなかったんですか。ある。あったんだ。あるある。まあ、まあ結果的には間に合ってますよね全部。一番ピンチだったのは、そうね、いろいろありますよ思い出は。やっぱりでゲームってこれでゴールみたいなのがないわけですよ、はいはい、いつも俺みんなと言うんだけど、うん、なんかエンターキーを押してこれで終了みたいなのはないから、うん、だから今日完成しましたパチパチってのがないままざわっと終わってくるんですよ、うん、へえ。で、どうしてですか。なんかバグって続くんですよね。バグっていう、まあ、要するに あってはならないことの修正作業ってのがゲーム作りって最後の方ずっと何ヶ月もやるんですけど、はいはいはい、それがもうすごいやってるともう出てこなくなるんですよ、うん、もちろんバグがなくなった製品になってくるんで、うん、ですけど、ある日突然ぴょろっとちょっとしたことが見つかって、うん、それを対応する人が、うん、でもそれ担当者だけだったりするから、うん、ちょこっと対応して、うん、でみんなでまたチェックしてざわっと終わっていくっていう、そのしかも発売後もダウンロードコンテンツとかいろいろ続くんで、うんうん、明確な終わり日がないわけですよ。ほうほうほう。最近出したら終わりじゃないですから。出した後も1週間後に、うん、はるかの衣装着せ替えとかいろいろあるじゃないですか。はい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 。だから続くのね。
もっと言ったら最近オンラインのゲームなんで発売日なんかないですよ。ずっと続いていくんですよ、運営っつって。あ、そうか、そうか、だからなんて言うんでしょうね、こうみんなでやったぜ終わりだっていう日は実はない。ああ、そうなんだ。ざわっと終わってざわっと休んで、いつの間にか次のプロジェクトに行っているっていうのが、まあこれはーゲーム業界あるあるですね。これはね、今リスナーの皆さんも知らなかったことですからね。いやだから皆さんなんか発売日あたりはやったぜってなんかこう、もうこっちもスッキリしてんじゃないかっていつも演出してますけど、もう全然スッキリしてないんですよ実は。発売日にはドキドキしてるわけじゃないですか、なんかもう変なバグとか出ないかなって、でその後も攻略本とか作ったりとかいろいろ、なるほどね、気が休まる日はない。わかりました。というわけで今回も盛りだくさんの龍が如く維新の最新情報を発信していきますので、皆さんお楽しみに。もちろんこの後ゲストも登場しますよ、はい、それでは幕末をカムロ町ラディオステーションスタートです。幕末カムロ町ラディオステーション。それでは早速本日のゲストをご紹介しちゃいましょう。クロちゃんよろしく。はい、わかりました。本日のゲストはラジオステーション初登場、龍が如く維新では京都見回り組佐々木忠三郎役を演じる西凛太郎さんです。キルハン、マジマハン、ほんで横山、明けましておめでとうございます。龍が如く維新佐々木忠三郎役の西凛太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いきなりね、もう役作りが入られたんで、ね、びっくりしちゃいましたね。よくねこの、はい、現場ではあるんですけれども、はい、西君はこの、ま、声優としてだけではなくね、こう俳優としてとか舞台ドラマ、それにあのほら戦隊もの幹部役やったりとか、はい、ま、幅広い仕事をされてると思うんですけども、こういったこうトーク番組をするラジオ番組っていうのも何回か出たりとかしてる。いやこれ僕2回目ですね。ああ1回目はなんかあのちょ韓流が流行った時に、田中美里さんのなんか番組のでちょっと、出演したことがありましたけど、はい、もうでも全部フリートークじゃなくてもう台本がきっちりあったんで、はい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 、そのまんまでしか喋ってなかったです。こんな雑な台本のやつのやつ、いやいやいや台本ありますよちゃんとこの番組もここにだって西答えるって書いてありますからね。それ答えるそれに合わせて今答えてますよ台本じゃないこの番組で唯一台本通りに進んでるのっていうのは俺だけですもんね俺のだからほらあのヒデちゃんいじめとかちょっとああいうのってこう世間的にイメージ悪くなっちゃってるけど、テニオハまで全部決まってますからね。あれテニオハまで全部俺が書かれた通りしか言ってまた始まった笑ってすごいナチュラルに喋れる、ね、そうそうそう、あんたかも俺が考えてるかのごとく喋って、うん、普通あれセリフだったらあんたもうちょっと噛んでるよだって俺ここでずっとさっきからいるのになんか笑いそうになりましたもんよく笑うんです皆さん、もう全部ね台本に書いてあったでしょそうなのよ、その通りいや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 だけどねこの番組は、西林ちゃんも自由に喋ってくださって結構です、はい、ありがとうございます、緊張なんか全然しないでしょ、はい、いや、はい、だってやっぱり本音が出ましたねしてますしてますとっても、はい、ねえ西林ちゃんは、はい、龍が如くのゲームのお仕事を一番最初話来た時ってどんな気持ちでした？これは黒田さんと、うん、最初に大塚明夫さんとツーリングに行ったじゃないですか。行きましたね。山梨の方でしたっけ。山梨の方に3人で行った時に、はいはいはい、その時に初めて出会ったよね、はい、3人で行った。そう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 、すごい3人ですね。バイク3人でその話を後で行ってた、ね、低音3人でスタジオでその話をしたらうわ行きたくねって言ってその時にクロちゃんが、スクーターに龍が如くのステッカーベッと貼ってて、うん、その話をちょっと聞いて、うん、それちょっともうずっと覚えてたんで、うん、あこれかと、すごい楽しみでした、うん、すごい面白いゲームだって聞いてたんで、あじゃあ、はい、やっぱり世代的にもやあんまりゲームはやる人ではない。そうですね、はいはい、やり方わかんないですね。ああ一緒、まあある程度一緒ですねじゃあ龍が如くは知ってたけどやったことはない状態だった、ね、ただ親戚の子とかがやってたんで、あ、はい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 、それをもうちゃんと見てました、はい、うんうん、今回ぜひ乗り越えていただきたいんですけど、はい、じゃあこれを西林ちゃんに渡せって役を決めたのは、うんうんうん、どういう経緯で？うちの決め方って、うん、あんまりオーディションやんないんですよ、うん、たまにしか、うん、前回5の時品田はやりましたって話しましたけど、うん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 、基本的には指名なんですね、うんうん、お願いしますって、はいはい、西さんもそうだったんですよ、なんですけど、何人か5人ぐらい候補が
を立ててくれるんです、うちの、うん、あの制作人が、うん、あのキャラに合うので、うん、で俺がだいたいこういう声でこういう感じの人がいいって言った時に、プリズンブレイクの人がいいって言ったんですよ、うんうんうん、で僕が見てたんでちょうどその頃、プリズンブレイクのさ、主役じゃなくてもさ周りにいるじゃんみたいな、うん、あれのさこういう役の人いるじゃんみたいな、で、まあ、5人ぐらいそれに近い感じの声が合ってると思うんだよね、はいはい、つったら5人ぐらいこう並べてくれたんですけど、うん、その中でその人ですって書いてあったんですね、西さんのとこに、スクレ、そう、はい、スクレですって書いてあったんで、じゃあスクで関西弁喋れるっていう条件の中に OK って書いてあったんで、あ、じゃあこれスクレいいじゃんこのままでっていうのでお願いしたんで、結構渡瀬の声は、まあ、最初からああいう声で行きたかったんですね、でかつ関西の近江連合のキャラだったんで関西人の人がいいなと思ってて、うんうんうん、だからバッチリ当てはまったのが西さんだったんで、はいはいはい、スクレとけどキャラクター全然違いますよね声だけでしかやっぱ判断してないですよね、あ、なるほど、うん、あ、確かにキャラクターは違います、はい、でその時、ね、まあ、見てたもんですから、はい、トーチさんがまあマイケルなんですけど、はいはい、トーチさんがあの森永って役にキャスティングしてみたりとか、うん、ちょうど見てたのが結構その時に、うん、あのプリズンブレイク影響受けやすいんですよ僕そうなんだ、うん、かなりそうだな、この間ケンユンさんに龍が如くに出るにはどうしたらいいんですかってケンユンさんに同じ僕聞かれてたじゃないですか、うん、みんな知りたがってますよって、うん、オーディションとかもないしって、うん、すごい簡単で、深夜にやってそうな洋ドラに出ると僕が聞きますそう言ったんだ、 なんだそれに出るとかなり僕が引っ張られると思うんで、あ、うん、なるほど、まあ、でも確かによかった、プリズンブレイク固めみたいになっちゃったんですよ、そうね、今話聞いてると、そう、そんなプリズンブレイクからね、はい、ここに来た時に聞いたんですけども、この5の収録でもとっても気合が入ってて、はい、それでなんか渡瀬のキャラに合わせたようなサングラスを持ってってこの聞いたんですけど、はい、それはやっぱりこのキャラ作りから入ってきたんですか、やっぱりもう形から入ってきたんかなと思います。 2,3 種類持ってきて、ね、横山さんにちょっと、決めてもらいました、ね、どういうのを渡瀬はこう装着しそうでしょうかっていう、はあ、でちょっと渡瀬はこれかなっていうので、はい、まあ、持ってきてるんですけどね、あ、今ラジオだから見えないですね、うん、いやあでも写真には写るから、ね、そうそうそう、いろんな、ね、ドラマに出てるから勘違いしちゃったのかなと思って、うん、ですね、自分が顔出しでやるんじゃないですか、ね、これです、これです、そうそう、はい、こういう感じで、へ、いやでもあれ結局外しましたね、外しました、いや前にですね、羽田空港に行った時に、もう集団がバッといて、多分親分さんがなんかをこう出迎えに来てたんですよ、うん、その中 の、 あの結構20人ぐらいいたんですかね、うん、みんなもうイケイケの格好して、うん、もうこんなすごい周りを威圧しまくってたんですけど、一、うん、人だけ元になんかモデルみたいなかっこいい、そういう人がいて、うん、ちょっとその人と目が合ったんですよ、うん、じゃあその人がスッとこう目をそらして、うん、全然違うとこスッと見たのがすごい印象に残ってて、うん、あ、かっこいいなと、でそれを、うん、俺はものすごいイメージがあったので、うん、V シネマをちょっとやった時に、うん、ちょっとその人をイメージして、うん、なるだけこう地味な感じで、で服装も地味な感じでやってたら、出来上がる見たらただのサラリーマンのおっさんが鉄砲持ってるだけみたいな感じにしか映ってなかったんですよ。だからやっぱりある程度こういう番組ってそのまあ格好から入るっていうのもすごく重要なのかなっていう、まあ、特にまあエンタメですからねそう、 V シネでそれやっちゃうとやっぱ確かに沈むかもしれないですね。普通のサラリーマンのおっさんがこう鉄砲持って喜んでるみたいな感じ変な話ですけど、リアルなんですけどね、本当はそれが、多分、ね、ただちょっと違ったなっていうのがすごい反省したっていうのじゃあ渡瀬と自分と似ているなって思う部分とか、これは、ね、お笑いじゃないんですけど、お好み焼きが多分渡瀬は好きなんじゃないかなと。なんだそれ。たこ焼きたこ焼きじゃなくて何それ、たこ焼きじゃなくてお好み焼きだと。違うもんなんですかそれ。全然違います。俺からすると同じ粉物でしかないですけど。全く違いますね。あ、それちょっと面白い。聞きたい。はい、でも俺はそれ見たときに、多分、まあ、その若いもんを連れて、クラブとかにもわーっと連れてて、金もガッと払うんでしょうけど、その前に、お前ら飯食いに行こうかって言って、お好み焼き屋かなんかに行ってから、豪勢なそういう遊びをひょっとしてするんじゃないかなっていう。それ安くあげようとしてるだけじゃない。金はすごい使うんですよ。幸運たちに腹いっぱいにさせといて。その
関西人の人だけが分かるあれなんですか、そのお好み焼きとたこ焼きの違いって。あ、たこ焼きはもうなんかいわゆるおやつ的なもんなんですよね。ああ。で、あの、うん、お好みはもう定食としても立派にこう。だってね、ご飯食べるんでしょ、はい、お好み焼きで。そうそう、ついてるんだよ、うん、ね、うん。それ確立してるもんなんで、なんかそんな気はしてました。特に映像を見てから。お好み焼きだ、こいつは。こいつはもう渡すわ、お好み焼き。これは。そんな裏設定なの？あのさ、だから俺今一生懸命そういうシーンあったっけか。やればよかったね。でもね、お好み焼きぐらい CG で作るの難しいのないわ。うん、粉物だし混ぜるしさ。あ、いや、食事のシーンが一番大変なんですよ。へ、俺いつも怒られてるんです。でも、食事ってその人のキャラクター性がすごい出るじゃないですか。はいはい、5で、西島と和島で焼肉食べるシーンあったじゃないですか。あ、どうしても入れたかったんですよ。で、こだわりのシーンだったんですよ。うん、だけど、もう、すごいデザイナーから嫌な顔されて。で、毎回嫌な顔されるんですよ、飯入れると。スリーのカレー。あ、はいはい、はい。それから最初に桐生が調理してる、なんか、ね、うん、魚の煮物、うん、煮魚みたいなやつとか、ああいうのね、もうみんな嫌がるんですよ。消え物って言って。なんせ料理は CG で作るときに、もう一番、まず液体表現が難しいでしょ。だからカレーとかすごいみんな嫌がるわけよ。うん、で、切る野菜は、大根とか玉ねぎとか根菜類にしてくれって言われるのよ。あの柔らかい野菜だとプニュってのを作れないんだ。だからザクッと切れる大根とかが喜ばれるんですけど、鋭角的なですね。そうそうそう。とかあって、だからお好み焼きなんてもうまさにもう、うん、超大変でしょ。でもなんか桐生って何が好きだと思います？ご飯。これもう俺別に売らせてないです、黒田さんのイメージで。そば。そば。あのタクシー運転手の時にまず、あ、食ってたね。食ってたじゃないですか、うんうん、そしてやっぱ何より俺が好きだからですね。そば。俺は常にそば、スーパーそばは俺毎日食うんじゃないかな。やっぱ関東風のこう、関東風のが基本好きですね。あ、関西風でも何でも好きですけど、うん、俺だからいろんなこうなんていうの、神様も信じないし占いも信じないし、うん、こう祭りごとの決まりごととかも全然やらないんだけど、うん、年越しそばだけなぜか必ずやるんですよね。好きだから。そう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 、好きだから。それで12月31日の12時、こう1月1日に変わる近辺のちょっと前までに出来上がって食べ始めて、途中で箸を止めて、1年振り返って今年の目標を立てて、あと半分を食べるっていうのは何十年続けてきてるんですよ。で、本当に年越しそばなんだ。そうそう、本当に。ああ、食い終わってじゃないんだ。そう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 、それは必ず。へえ。で、キリュウも。でも確かにそば好きそうだわ。そう、好きそうなんですよ、あいつ。うん、塩辛い液体の方のね、うん、そうなんです。関西の人も食べないよ、あんま食べないです、うん、うどんですもんね、はい、うん、絶対キリュウ好き、うん、はい。真島はなんだと思います？宇垣さんの好きなもん聞いてんじゃないですよ。うん、分かってますよ。何、うん、ですかね、俺でも焼肉の印象強いじゃないですか、2人で。でもあれは西島が焼肉って言ったからあれなのかなと思って。そうよね、西島が知ってる。西島が焼肉なんでしょうね。何なんだろうな。でもあんだけホルモンも最後いっぱい食うってことは、焼き鳥とかそういう地形が好きなんじゃないですかね。あれ、いや何おかしいこと言った。いや別にお前なんかそれ違うぞみたいな顔してますけど。何じゃあベジタリアンとか答えればよかった。いや違う、もうすごい、何十回も前のラジオで、宇垣さんさ、真島は野菜が好きだって言ってね。ああ、え、言ってましたの？野菜を食ってないとあんな体にはならないみたいな。そうそう、ちゃんと食生生活はちゃんとしてるって言ってたのに。俺も覚えてるな。絶対覚えてないな。え、俺言ったんだこと。そう、俺が食ってたってとかの話じゃなくて。いや、真島は肉しか食ってないって俺が言ったら、それは違うって、うん、わざわざ否定してまで言ったのに、うん、焼き鳥になっちゃったんだ。いや、横山さん覚えてました。そう。いや、今試したんですよ。この一貫性のない役作り。いや、でもなんか面白いもんですね。お好み焼き食ってそうだと思うっていうのはね。はい、最初にその話が出るっていうのはすごいなぁとは思いますけど、うん、でも渡瀬ってお茶目ですよね、うん、ちょっとそういうチャーミングなところがありますね。それは思いました。はい、うん、最初の出会いのシーンからそうはしたかったんですよ、うんうん、あのおもろいじゃないですか、あの人、はい、そうですよね、うん、ノリで生きてるというか、うん、まあね、まあシーンはしっかりしてるんだけど、渡瀬ばっかりの話になっちゃったんですけども、はい、今回の維新でこう西君が演じるね、この佐々木忠三郎というキャラクターについて、横山さんからこう役どころの紹介をお願いしますよ。うん、え、それします？しましょうよ。毎回してるじゃないですか、ゲストの。してくださいよ。佐々木忠三郎って本当で言うといろいろある人なんですよ。うん、あの新選組って、はいはい、まあ最初関東で集められて将軍の警護、上洛警護のために、うん、清川八郎って人が作って、はいはい、そこに
あの市営館の道場の連中がみんな入って、うん、京都で名を上げるぞつって行った時のお目付け役みたいな人が佐々木忠三郎って人なんですよ。幕府から派遣されてる、うんうん、荒くれ者の老子たちを、まあ、取り締まるみたいな、うん、役目で行くんですけど、うん、この人旗本なんですよね。ちゃんと偉く、はいはい、で行って、でまあ京都で将軍が、まあ、帰っちゃうみたいな話になった時に、うん、新選組の元となる、まあ、近藤勇とか土方とかは残るわけです、はいはいはい、京都に、うん、道理に合わないので私たちは残りますみたいな感じ、うんうん、それで三風浪士組っていうのを作って、うんうん、それが新選組に変わるみたいな、うんうんうん、でその間佐々木はまたいわゆる江戸に戻って、はいはい、したらその後京都の治安を守るための組織を作るって言った時に、うん、それの責任者みたいな感じでもう一回京都に戻ってくるんです。そこが京都見回り組っていう、あ、なるほどなるほど、うん、とかいろいろ長い歴史があって新選組にすごい関わってる人です、発祥から。ですが維新ではそこら辺はないです、そのエピソード自体は、はいはいはい、その東京から、東京というか江戸からこうやって出てきてっていうところはなくて、うん、あのいろいろあったんだろうけどもう新選組がすでにある状態からスタートしてるんで、うん、単純に京都見回り組っていうその新選組とライバル関係にある組織の親分として、うん、佐々木忠三郎は今回劇中に出てくるんですけど、あ、なるほど、うん、じゃあそれをなぜ渡瀬にしたのかっていう、うん、とね、これ難しいな、どっから言おうかな。渡瀬謎がありすぎてな、うん、ロング PV 見たことあるでしょ、うん、東京ゲームショウで初めて公開ないで、いきなりあの斉藤はじめが坂本龍馬を殺すシーンがあるじゃないですか、うん、でもまあ坂本龍馬が坂本龍馬、うんうん、でその時にあの雷ババーンつって不思議な話持ってね、はい、見ましたよね、はい、さっきあれがまあねあるんで、うん、まあ、当然なんかを知ってる人ですから、うん、坂本龍馬の正体というか、はいはいはい、斎藤はじめの正体を知ってる人なんで、うん、言えねえなこれ以上はいやいや、そう難しいですね、佐々木忠三郎を語るのがね、でなんで渡瀬にしたのってのも、まあ、でもね、渡瀬ほら関西のドンじゃないけどある程度の地位持ってる人じゃないですか。そうそう、だそういうあれもちょっとなかったんですか、うん、エッセンスっていうか。いや、ありますよ。そうですよね、京都の見回り組、うん、何より言うとあのシーンで渡瀬があれを言うのがかっこいいと思ったんですよ、もう最初は。龍が如く維新の脚本で、まあ僕純書きだからっていうのもありますけど、はいはい、あのシーンがやっぱ一番最初できてるんですよ、うん、あのシーン冒頭じゃないですか、ゲームの、はい、うん、ストーリーの冒頭なんですけど、あのシーンから書いてるんで、うん、であのシーンを実現するための脚本だったりするんですけど、うん、全部は、うん、であのシーンで渡瀬があれを言うっていうのは、うん、もう最初に決めちゃったことなんで、うん、渡瀬に言ってほしかった。なぜなら一番本音で言うとかっこいいから、渡瀬の声であのセリフを言うのが一番かっこいいと思ったんです。なるほど、うん、それしかないかも、逆に言うとさ本当は、うん、じゃあ今度は演じた側の、ね、西林ちゃんに、はい、渡瀬と佐々木、まあ当然ね顔は一緒でも確実に違う人物なんで、それは演じ分けていただかないと困るんですが、どういうとどうらへんをこう思って横山さんに聞いたらいやそう一緒でやってくんないってなんかすごい作ってきたんでしょ全然声も変えて全然ちょっとこうきっちり俺も聞いたウィキペディアからもう全部調べて、うん、すごい詳しかったですよ、ね、逆に本当はこんな人じゃないんだけどそこで挑んだし当日兄さんもあの渡瀬であそうですか今回実は今回の龍が如く維新の収録はあるあるなんですけど、うん、まあ皆さんその役でやるって知らないんですよ。ああ、わかります、はいはいはい、ただ単に佐々木忠三郎って役をやると思って皆さん、うん、例えば来るわけです、はいはい、収録に、はいはい、これ渡瀬がやるんですって話をするとええー、って、うん、なるわけです、うんうん、沖田もそうでしたね、はいはい、うん、はい、宇垣さんに至っては龍が如くの台本ですって渡されてたんで何をやるかを知らなかったらしいんですよ。ずっと読んでても真島が出てこないわけですよ出番少ねえなって出番少ねえっていうかないんじゃねえかって思ってたらしい何やるの俺とか言ってとか言うのがもう皆さんそうだった、うん、まあ黒田さん違いますけど、うん、そうですね、さすがに分かると思いますけどだけどヒデちゃんだけは分かりそうなもんじゃない。それでさ沖田総司って分かった時点でさ、うん、まさか2枚目で演じようなんてさそんなずうずうしいことをさ考えるかね普通ありえないと思うべきでさ考えるかね普通ってやってねえわ
やみんな2枚目でどうしてやればいいんですかっていう質問多かったですよ。だから渡瀬でお願いしますとか、はいはいはい、前に出てたその役でお願いしますっていうのは、うんうん、いちいち説明しなきゃいけなくて、うんうん、ほうほうほう、ミスったなと思って。そうか、うん、じゃあもうね一生懸命調べて、そう作り上げてきたのに渡せてお願いします。よかったですね。無駄な時代劇用にかっちりと喋った方がいいのかなとか、カッカッと最後まで、はい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 、全然そうじゃなかったっていう渡せで言ってください。はい、わかりました。まあそれではねこの辺でですね、はい、ラジオに送ってくれたこの投稿を紹介しようかと思うんですけども、最初の投稿をクロちゃんよろしくお願いします。はい、いきます。宮崎県の、ゆうちゃんさんです。黒田さん、宇垣さん、横山さん、ゲストさん、西林ちゃんです。はい、はじめまして。はじめまして、はじめまして。質問なんですが、維新でのキャラクターの中で好きなキャラクターを教えてください。私は坂本龍馬が一番好きです。そして2番目に沖田総司が好きです。ではラジオ楽しみにしております。はい。おお。これは史実ってことなのかな。史実的にですかね。うん。でしょうね。だとするともう決まってる人います？何が好き？ね、え坂本龍馬は当然好きですけどね。でも俺以前言ったけど岡田伊蔵ってなんかこうなんか過去の歴史書の今までの私のイメージだとなんか好きですね。今回の伊蔵は好きですね。あんだけディスってましたけど、うん、ディスってたけど好きですね。俺横山さんに言ったけど俺はほら最初ほらね、あの沖田総司だと思われて読んでるわけだから、あ岡田伊蔵俺だなと思って。ああ、はいはいはい、分かる分かる分かる。若干そうかもね。そう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 、あ、伊蔵だ、あんだけ挑んでくるからね、あ、分かってらっしゃった。なんだそれ。ただそうそう、まあこの中でなんかやるんだよって言われたら、まあ過去全然そのギャグアニメだったんだけど、パプアっていうのがあって、それで俺近藤勇やってるから、まあ近藤勇かなとは思うけど、それは維新の中で好きなのはってこと？維新の中でも好きです。近藤勇も好きです。じゃあ、西さんどうですか？これは、まあ、手前勝手なんですけど、やっぱり、佐々木忠三郎が、あの、映画であの、龍馬を切った男って、うん、萩原健一さんがやってらしたんで、これ、佐々木忠三郎。龍馬暗殺した人だと言われてるんですよね。で、それのちょっとイメージもあったんで、あ、ちょっと、嬉しくて、まあ、いろいろ調べてたっていうのもあったんですけど、そうですね、佐々木だ。まあでもあと自分ができそうもないですけども、岡田伊蔵かな、やっぱり。みんなやっぱ伊蔵好きなんだな。ちょっとなんか、なんかあの、危険な感じとか、ミステリアスだし、幸薄そうな、そう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 、時代に翻弄されてる感とかもありますしね。和弘がやってるんですね、これ。そうなんですよ。前回、ラジオにゲストで来て、ボコボコにされてる。まあ、緊張してあまり喋れなかった上に龍が如くが大好きだっていう言ったのにあんまりやってなかった。ゲームなんかやったこともない。嘘がバレてもうボロすごいやってんだよ。ホタカレやってんだけど PS3 になってからやったよ。薄っぺらいことが分かっちゃってボコボコにされて帰ってったっていう。彼はそういう、はい、伊蔵ボロボロにそうそうそう、もう伊蔵への愛で泣くんじゃねえかぐらいの勢いだったんですけど、ボコボコにされて帰ってきました。そうなんですよ。彼はあれなんですよ、龍が如く1の時のあの錦っていう、あの錦山っていう桐生の最大のライバル役だったんですよ、実は。そうなんですか。だから8年ぶりぐらいの出演だったんですけど、あ、その錦って役が今回伊蔵やってて。あ、そうなんですか。いや皆さんやっぱ伊蔵がいいんですね。いや実は PV を公開して、まあ初めて公開したのが東京ゲームショウですけど、まあその時にみんなどれがどの役やってるかってバーって映像でわかるじゃないですか、はいはいはい、もう一瞬のワンカットだけなのに、はいはい、伊蔵がすっごい反響高かったんですよ。すごいな。まあそれは錦のあの顔とか、まああとね、中居君のその声もあるとは思うんだけど、錦ファン多いですからね。伊蔵かっけーってのがプワーってもうみんな言ってたんで、すごいやっぱ合ってたしかっこいいんだと、一瞬でも伝わるかっこよさがあるんだなと思って。伊蔵今回いい役ですよ。あんだけボコられただけのね。かかせるよ。さあ今度はゲームをちゃんとやるんでしょうか、はい、彼は、はい、まあということで次の投稿に参りたいと思います。福岡県のアルトバイエルンさん、美味しそうだ。黒田さん、宇垣さん、横山さん、ゲストさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。毎回本当に楽しく聞かせてもらっています。いよいよ維新の発売年へと入ってきましたね。そこで横山さんに質問です、はい、今回の維新では
ジャケットが歴代通じて初めて白黒ではなく、うんうん、カラーになったのですが、何か意図があったのでしょうか。今回初メールになりますが、それだけこのカラーになった理由が気になりました。ぜひ教えてください。これからも楽しみに聞かせてもらいます。うん、地味な変更というか、まあ、気づく人は気づくんだと思うんですけど、うん、これがまあ今回のパッケージなんですけど、まあ、これはね、うん、確かに気になりますよね。その実はこのメインのビジュアルのパッケージのこの絵を決める前に、はい、このロゴが決まってるんですけど、うん、ロゴも今回今までと違うんですよ実は、うん、龍が如くって横にしたのも初めてなんですね。これあそうだあらそうなんですよ。まあラジオで聞いてる方に分かりやすく言うと、うん、十字型になってるんですね。龍が如くって横に、うん、なってて、で縦に維新って入ってると、はいはい、でクロスしてるじゃないですか、はい、それにこう龍が如くのいつも入ってる赤い丸みたいのが後ろに引いてあるんですけど、うん、今までって龍が如くってちょっとこう斜めに書いて、うん、そこに5とか4とか入れてたんですね、うん、これをこういう風にクロスさせたのは実は初めてなんですよ、レイアウト的に。で、まあ、このロゴが、まあ、こうしようって、まあ、デザイナーがいっぱいこうパターンを出してきて、うん、の中にこれいうのがいつも入ってるんですけど、うん、木をてらいすぎてて、うん、まあ、よくないねみたいな、うん、でシリーズものだと1,2,3,4,5 みたいに来てるやつだと、まあ、同じようなデザインのやつであえていくんですけど、今回維新なんで、うん、あからさまに他の今までの歴代作と違う見栄えになるものをちょっと目指そうよって、でもやっぱ龍が如くらしさを感じる見た目でっていうので、結構これ気合で変えたロゴなんですよ。こういうことやるのって結構怖いんですやっぱ、あのシリーズ作でこう、あそうなんだ、こういうロゴだけでも、ね、ロゴだすごい気使いますよ。へだからまあ名越とか僕とか、うんうんうん、まあ、いろんなメンバーこう集まって最後決めるんですけど、うん、でもお腹痛かったんですね僕そのミーティングの時に。でトイレ行ってたんですよ、はいはいはい、で、まあ、戻ってきたら、はい、もう名護さんの部屋に誰もいなくて、はいはい、どうしたんですかって言ったら、決めたこれ文句ないでしょって言われて、でまあまあ、あいや俺もこれがいいと思ってたんですけどって話をしたら、うん、もうなんか一発で決めてました。へえ、名護がね、うん、なのでまあ、これこういう意図でっていう話で、あやっぱこういう気持ちなんだ今回新しく、うん、うん、したいっていうっていうのもあってロゴのそのコンセプトがあったんで、うん、背景の絵も今までずっと白黒だったんですけど、逆にここでカラーのついたもので表現して、今までのだから歴代作とこう世界観がちょっと違うんだよっていうのをちゃんとアピールしようっていうのもあって、うん、こういう色になって、こういうのって実はすっごい気使うんですよ。何ヶ月もかかります。はあ、ロゴ決める、はあ、名前決める、はあ、それからこういうビジュアル決めるって、はあはあ、もう何ヶ月かけて、まあ分かんないことなんですよ皆さん、はあ、そんなの分かんない、そう言われないとそうなんだって感じのことだと思う。今カラーだって言われてみて、あそっか今までそういえば白黒だった、そうだと思う、そういう人も多いと思います。うちにカラーテレビが初めて来た時すぐ気づきましたけどね、それはね、それじゃあ随分ね、やっぱこれなかなか気づかないですね。実は気づかねえだろって言ってたんですよ俺らユーザーの人たちも。だけどこれがパッケージのですよっつって今回前に公開した時に、うん、は結構みんなうわ今回カラーなんですねみたいな感じだったんで、あこれロゴのシールないんですか今回。あの黒田さんの馴染みのバイク屋が作ってます。それを貼ってんすよ黒田さんあのバイクに。あ黒田さんあれオリジナル？あれ。俺の車にも貼ってあったんですよ。もらって。いいなと思って俺もちょっと欲しいと思って。いましたよここに。今度維新にしますね。あれつけたらつけたで何年間も言われ続けて大変よ。ちょっと俺の絶対バイクに貼る？ありますありますマジで。本当？はい、あの大きい方のバイクに貼ってくれる？大きい方にあります。嘘だ絶対する嘘だ。それハーレーとかじゃねえの？そうハーレーハーレー、うん。ハーレー持ってんだよ。やばいやばい。ハーレーとあとスクーター両方貼って。そう絶対貼るならスクーターの方だ。そりゃそうだろ。いやこれいいですね。欲しいなステッカー。作んないですかこれでも。ステッカ
って今まだあんま作ってないですよね。いやいや、あるいはあるいは非売品とかであったりもするんですけど、うん、一番出来のいいステッカーは俺が見た中では黒野さんの俺のバイク屋が勝手に作った あれ相当いいやつですね。あれ本当剥がれなかったですね。剥がれない。だからしょうがないから俺なんて上からシールして隠しましたもん。だったら貼らなきゃいい。さすがにやっぱ言われるし恥ずかしいんですよ。そう恥ずかしいよ。さすがに。俺はそうよ。そうだから上から違うシールで今隠してますけど剥がれなかったんで。俺はもう恥ずかしすぎてバイク買い替えたからね。だって聞かれるでしょ。そう聞かれるもんね。聞かれるし聞かれるし、ガソリン入れに行くだけでなんかこうバイトの子にバレるし。そうだ俺もそうなんだよ。じゃあクロちゃんのねこのバイク屋さん、今度新しいバイクにもまたその新しいシールを貼ってください。ぜひぜひ。ね、維新のシールを貼ってください。じゃあ横浜さん次のコーナーでね例のコーナー行っちゃいましょうよ。え？ほら。ああ。音声のさ。そうですね。せっかく。ね、来てくれてるんですから、まあね、このやっぱり毎回毎回佐々木の、ね、名シーンを来てくださった時のその佐々木の名シーン、うん、維新未公開シーンの公開に行きましょうか、うん、行きましょう行きましょう。ということで今回も用意してきましたよ、はい、これがねだな佐々木難しくてどこを公開すればいいのかっていうのがっていうのもあるんで、うん、まあ、まずはまあもしかしたらリスナーの方たちは皆さん見てるかもしれないですけど、うん、そのいわゆるゲームの冒頭のところにある、はい、謎めいた佐々木の言葉を聞いていただきましょうということで、はい。不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。うん、うん、というまあ、はいはいはい、シーンなんですけど、うん、映像をご覧になってどういうふうに思いました？ここ兄さん。びっくらするほど綺麗でしたね。綺麗だし、その話はもう最後の締めの時に言おうかなと思ってたんですけど。あ、そうなんだ。今そこで言われてもうあと最後の最後の挨拶もう喋ることがなくなった。飛ばします。いやいやあるでしょ。いやいやいや、もう作ってもらわない最後は最後。まあでも まあ、言わねえなと思った冒頭。まあ冒頭にこのシーンがね、出てくるところで非常に。種明かし的なことを、やっちまったなという感じですかね。何を言ってんだろうなって話ですもんね。大宮でね。はい、ね、これで何、今は何、なんかちょっとこうまだ口はばったい感じで喋ってるけど、これまだ最後まで何か残そうとしてる動き。ちょっとハードル上がりますよ。もう言い始めちゃったんだから許さないよという。ちなみに佐々木もここのシーンしか出てませんって。それそうですけど。うまいか。まあねえ、まあなんかまだなんか言いたいことがありそうなんで、いい、うん、じゃあもうちょっとぐらい、ええ、もう一個ぐらい、はい、見せてみましょうかっていう話。はい、はい、踊るな、そこ動くな。見回り組の佐々木か。何の用や。こないなとこで何しとんねん、お前ら。見たらわかるやろ、不定浪士の取り締まりや。ほう、そりゃご苦労なこっちゃな。せやけどこっから先は見回り組が預からせてもらう。な、何やと。聞こえへんかったんか。坂本龍馬は見回り組が預かる言うとんねん。な？なんだと。これは幕府、ご公儀の命令や。これ以上坂本龍馬の件、新選組の手出しは無用。というようなシーンもあるんですね。うん、あ、これすごい。着せずして今ここにいる3人。3人がね、はい。起きた2枚目でしたね。2枚目でしょ？ 2 枚目作り。未成年だったでしょ？バカにしとるなぁ、相変わらず。いやいや。何のシーンなんでしょうねっていう、まあ感じなんですけど、まあ中盤少しぐらいのところで出てくるシーンなんですけどね。うん。坂本龍馬は見回り組が預かる言うとんねんって言ってましたね。はいはいはい。坂本龍馬いるのにね、ここに、ね、うん、
何言うとんねん話ですね、うん、なんか本当これ5の時のその渡瀬のセリフを似せてるんですよ、うん、おお、あの青山ってやつに、あ、はいはいはい、そうそうそう、この喧嘩俺が預からせてもらうって話をして、で近江連合若頭の俺が預かる言うとんねん、なんか文句あるかっていうのが、まあのようなセリフがあるんですけど、それをこう彷彿とさせるような、こうやっぱかつて出てきたキャラクターをもう一回出してお客さんに喜んでもらいたいとか、まあいろいろあるんですけど、まあドラマとして維新だけで成立させなきゃいけないし、まあでもやっぱ例えば渡瀬ファンみたいな人いるじゃないですか、渡瀬人気投票8位ですから、いっぱいいるわけですよ。でそういう人たちが見た時にあれなんか違うって思ってもらってもやっぱがっかりさせると嫌なんで、なるべくこうなんでしょうね、こうイメージに近いものをわざと入れていこうと思ってセリフ回しとかも入れたりしてるんですよ。例えば渡瀬だったら5の時の決めゼリフが今回も言葉が変わってちょっと出てたりとか、でそういうのをこう散りばめてるんで、まあ、佐々木の場合例えばこういうのが出てきたっていう、まあ、さっきの話にもあったけど、ほら渡瀬のまんまでやってくださいっていうのがこういうセリフとかでもやっぱね出ますよね。そう、そこで違う演技されちゃうとまたちょっとあれなんで、ここもうまんま同じようなテンションで、なるほど、ええ、言わなくてもやってくれましたけどまあということでですね、今回ゲストにこの西凛太郎くんをお招きしてお送りしましたけど、強引な示してます、ね、いやいやもうそうすごい強引な示もうちょっと、いやいやもうちょっと聞かないの、違う違う、なぜかっていうと、うん、ね、最後にリスナーの方に一言お願いします。あ、そうかそうかそうか、これをね、まあ先ほどらちょっと言いよどんじゃったっていうのもあるし、はい、もしかしたら全然違うこともこう長々と喋っていただけるんではないかということで、はいはいはい、まあほら俺ら3人が喋ってもしょうがない、ここはやっぱこう西君こうねズバッと決めていただいて5分差し上げます。どう思いのどんどん喋っていただいてる、ね、全部カットしていいから、ね、もう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 、とですね、人気投票で、渡瀬に、投票してくださった皆さん、本当にありがとうございます。皆様のおかげで、龍が如く維新、ありがたいことに出させていただくことができました。これやっていくうちにかなり、さっきと言いたいんですけども、やっぱりまだ発売前ですし、なかなか言えないこともありましたので、はいはい、これは、なかなか謎解きとか、うん、一本の線にこう繋がっていったときに、あ、こういうことだったのかということが非常に楽しめる、ゲームだと思います、はい、ぜひお楽しみください。あと4分、まだ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 全然映像について触れてないね、映像の切れ、ね、映像はもうね、いやもうびっくりするぐらいの絵です、本当に、はい、もう日の内どころがないんじゃないですかね助けてくれ、目で見ないでください、いじめるのやめましょうか勘弁してくれはい、それでは以上、佐々木忠三郎役西凛太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。カムロ町レディオステーション、本日は西くんをお迎えしてお送りした幕末カムロ町レディオステーションでしたけれども、エンディングの時間になってしまいました。ほら、なべちゃんどうぞ。あ、告知何ですか。え、あげましておめでとうございます。何があげましたか。呼び込みもない。 PR 担当渡辺でございますなんかいよいよ認めてくれたんですか。え、いつも来るな来るなと言いながら、だってさ、どんどん入ってきちゃうんだもん大変だよスタッフだって、あなたのためにまたマイクのセッティング変えるんだからねすいません、いちいち入ってこなくていいんだよ、ね、もう。いや、面白かったですね。いや面白かったですね、じゃない、西さん。え、やっぱかっこいいっすね、この渋い声、渡瀬が本当にいるんじゃないか、まあいいや、あんた告知に来たんでしょそうなんですけど、いやちょっと感想、俺告知言ったらほら終わっちゃうから、できるだけ長く引っ張ろうかなと思って、ね、いいのそんなことは言って誰も望んでないの。いいですか、告知を聞きたいのみんなそうですか、じゃあね、今年もね、告知ここでやっていきたいと思いますけども、いよいよ発売迫ってきたということで、先週からですね、店頭での体験会の第2弾がスタートしております。で今週はですね、実は今日、はい、これからですね、東京の葛西のですね、ゲームズマイヤーさんで、体験会を今日だった、やりますと、はい、今週の土曜日25日では、池袋の山田電機さんで、体験会やります、で2月1日はですね、ヨドバシカメラマルチメディア博多の方で体験会を行いますので、ぜひぜひ皆さん
遊びに来てくださいと。で、あのサイン会も同時に開催しますので、はいはい、また、サイン希望の方も遊びに来てくれればと思います。どなたのサインを？ですね、名越総合監督と、はいはい、こちらにいらっしゃる横山巨匠ですか、サインがですね、まさかあんたまたどさくさに紛れてサイン書こうとしてるんだろうか。ね、一応ね練習はしますけど練習はする、写真撮ってもらったりとかサインとか。俺2月1日も行くの？2月1日一応博多に行く予定になってますね。マジっすか、知らなかったんだけど。マジですか？そうなんだ。実はですね、社員なんですからね。土曜日の、今週土曜日25日の池袋はですね、ちょっと名越さんが別件で、うん、参加できないということで、うん、横山 P 単独のサイン会になっておりますので、うん、こちらぜひ皆さん遊びに来てください。大変ですね、横山さん忙しくて。いやだ、今しね、そう、言ってなかったですね。まあ、博多とか北海道とかそういう地方なら我々あれ行きますよ。え、本当ですか？なんだったら、ちょっと、ね、ちょっとなんか行って我々、なんか夜なんかうまいもの食べようと思ってるでしょ。そうそう、クエとか食えるんですよね、九州から。いいね、いいね、いいね。この時期、いやでもちゃんと仕事してもらいますよ。当然ですよ。ちゃんとやって、もうサインもやってもらって、あのチラシも配ってもらって。なんでチラシ配る？負けた時しかやんないよ、配るの。札幌のあの店頭で寒いよ、それは。今は体験会をやってますので、はい、あの皆さん遊びに来てください。これ前回も言ったけど、これ第1弾と第2弾なんかちょっと変わってるんですよね。ロムのバージョンが変わってまして、はいはい、4つの方全てでバトルが体験できるようなロムになってるので、うん、1回目来た方でもまた楽しめるというロムになってます。ぜひ遊びに来てください、はいはい、あとですね、うんうん、こちらもラジオでずっと言ってましたけども、うんうん、予約特典の追加情報で、うんうん、タイアップ企業さんのクーポンなんかつけたいねっていう、あ、言ってたね、はいはい、詳細がようやく決まりましたので、はいはい、今日発表させていただきたいと思います、はいはいはい、まずですね、寿司三昧さん、お、マグロの初競りでまた今年もね、落としましたけども、はいはいはい、はですね、あのクーポン、炙りトロ一貫無料というすごい情報をつけていただきました。お、それからですね、花丸うどんさんではですね、はいはい、天ぷら一品無料というクーポンがつけていただくことになりました。あとですね、居酒屋花子さん、このセクシーな女性がちょっと店員さんでいるんですけども、うん、この居酒屋花子さんではですね、龍が如く宴会コースご利用の方、うん、500円引きというクーポンがついてます、うん、はいはい、あと最後にですね、渡美さん、うん、居酒屋の渡美さんではですね、うん、宴会コースご予約の方、うん、1名様無料と、うん、でもそれ何名様以上とかじゃない、6名様以上の宴会コースをご注文された方はですね、うん、1人分が無料になるというクーポンが、うん、このサントラ CD の中に、うん、入ってます、ね、はあ、歌詞カードの紙と別にクーポンの、冊子が入ってまして、はい、そこに、ね、切り取り線みたいのが、うん、ちゃんと各クーポンついてまして、うん、それを切り取って、うん、まあ寿司玉さん持っていくと、うん、炙りトロ一貫無料で食べれると。大きいよね。これは予約特典のやつですよね。そうです。なんで予約特典の情報をまとめますと、うん、まあ、サントラ CD がありますよと、はい、あとダイレクトナレーションボイス、はいはいはい、このプロダクトコーナー選べるやつね、全部、はいはいはい、全部岩木さんでやりたいという人がいる、はいはいはい、これと、うん、今回のタイアップ企業さんのクーポンと、うん、3つも予約特典ついてくるという超お得な予約特典になっておりますので、うん、予約まだしてないという方、うん、まあいないと思いますけど、うん、もしまだ予約してないという方がいたらですね、うんうん、ぜひ今すぐ、まあ、これね、ラジオ聞いてる人が聞いてない人にさ、そうそう、こういう予約特典あるか、どうせ買うんだろう、やった方がいいよって友達にね、広めてくれればね、その通りです、うん、ぜひぜひ、うん、周りの皆さんにお勧めいただいて、うん、もったいないんでね、うん、知らなかったよと、うん、後で言わないように、うん、皆さん聞いてる方も友達にちょっと口コミで広げていただけるとありがたいなと思ってます、うん、はい、分かりました。あとですね、はい、ちょっとこれはですね、来週の月曜日27日に、うん、名越さんが MC の番組で、うん、セガ生というニコ生のですね、うん、番組をやってるんですけども、そこに、ゲストです、ね、うん、原口あきまささんとモノマネ芸人です、ね、が遊びに来てくれることになっておりますので、はいはい、東京ゲームショウでも、うん、ゲストでステージで、はい、遊びに来ていただいたんですけども、はいはい、いろいろその場でもですね、鞘島のモノマネをゲームショーの時にやってもらったりですね、うん、龍が如くファンの目の前で鞘、うん、島のモノマネやるっていうすごいハードルの高いことをやっていただきました。真島のモノマネやったんでしょ。鞘、島、その時は鞘島だけ、その時は鞘島やってましたね。いろいろもう、まあ、振りでね、さんまさんとかね、久本さんとか行っていろんなモノマネしてもらってましたけども、うん、多分この番組でもですね、いろいろやってくれるんじゃないかと思いますんで、もしお時間ある方は、うん、このニコ生見ていただければと思います。はい、ありました、はい、では番組では
皆さんからの投稿をお待ちしております。最新作龍が如く維新への質問や番組に対するご意見ご感想、開発スタッフへの質問などどんなことでも構いません。投稿フォームからどしどし投稿してください。次回は2月6日木曜日に配信の予定です。それではまた次回の幕末カムロ町レディオステーションでお会いしましょう。わしの活躍が見られるまであと1ヶ月やで。ああ、もうちょい待っとってな。